年明けに出場を予定していた主要大会を腰痛のために欠場キャンセル。全てはこの舞台のために体調を整えてきました。世界ジュニアチャンピオン、そしてグランプリファイナルを制した韓国キム・ヨナ。ムーラン・ルージュからロクサーヌのタンゴ。さあ、まず最初のコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ、完璧ですね。腰の痛みなど感じさせません。スパイラルシークエンス、ステップからのトリプルルッツ、降りた後もスムーズです。ストレートラインステップ、音楽の使い方、上半身の使い方も非常にいいですね。そこからビールマン、最後のジャンプが待つ。ヒナバワーからダブルアクセル、16歳、これが戦いのモード。いやー、早くもスタンディングオベーションですね。これリーダー16歳の演技です。素晴らしいですね。これは見せつけられましたね。いやー、もう最初のジャンプが決まった時にもう文句のつけどころのないようなジャンプだったんですけれども、何よりも飛んだ後の笑顔が本人の不安さだとか背負ってきたものというものを少し感じたような気がしました。その後は非常に本当素晴らしい演技で、本人が一番ほっとしたんではないでしょうかね。怪我してるんですよね。世界選手権戦列デビュー、本当にもう素晴らしいの一言ですね。精神的によくコントロールしたと思います。最初のこのトリプルフリップからのトリプルトーループ3回転3回転のコンビネーション綺麗に決まりました。これも出来栄えの方でもプラスの点数がもらえると思います。練習ではコンビネーションの特に2つ目が、腰の痛み何か気にして飛べませんでしたけれども、ね、はい、あとはやはり5コンポーネンツの方で非常に高い得点期待できるのではないでしょうか。音楽の表現ですとかスケーティングのスキル、そちらの方でもプラスのポイントがもらえると思います。全体的に非常に高い、質の高いプログラム内容だったと思います。現在の順位です。
イタリアカロリーナ・コストナー 67.15、 そしてこのキム・ヨナの前に滑り終えましたアメリカキミー・マイズナー 64.67。 このポイントを一気に上回ってくるのかどうか。本当にこの戦いの直前までは腰痛、体調面不安視されていました。キスアンドクライに戻ってきてこの表情を見るとほっとします。16歳、演技モードとはまた全く違った可愛さとともに。さあ得点を待ちます。キムさんの得点、キムヨナのテクニカルエレメンツに会場が沸く 41.49。 プログラムコンポーネンツ5項目全て7点台、パーソナルベストも 71.95 です。キムヨナもちろんこの時点でトップに躍り出ました。さあこれを浅田真央はどんな思いで見つめていたか。